はい、今日は腕立て伏せが、マックス何回できるかちょっと測っていこうと思います。で、まあ、ルールとしてはしっかり胸がついたところから、腕が伸びきる、まあ、肘がしっかりロックアウトするまで、そして当然休まず、お尻が落ちたり上がったりしないように、まあ、お尻が落ちたまま上がったり、一回体重を足の方にかけて、まあ負荷を抜いて休んだりすることのないように、まあ、厳格な形でやっていきます。まあ、休むことなく、何回できるかですね。まあ、ちょっと限界までって今までやったことなかったんで、まあ、厳しいルールの中30から40いければいいかなと思ってます。ちょっとやっていきます。こうなったりしたらダメってことですね。あとこうお尻を足の方に持っていって、ちょっと休むのもなしで、ということで、記録は50回いけたかな、きつい。ぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。やばい。ネイチャーカーの全商品がクーポンコード入力で 15% オフ、ぜひお試しください。